こんにちは。ハワイアン尺八、コムトーです。いつもご視聴、ありがとうございます。昨年秋から、進めておりました、水道管尺八の制作なんですけれども、とりあえず終了いたしました。筑紫市民館で、体験会をするのに、尺八を15本準備してほしいということで、最終的に作ったのは10本。あとはもう手持ちのもの5本で、計15本。で、1本自分で使うので、足らないですけれども、そこは尺八の体験会、15人もなかなか来ることもないと思いますので、14本でこと足りるかと思います。で、作成したのは、一尺八寸管、こちらの方が7本。一尺六寸管が3本の、計10本になります。で、一尺八寸管のうち、5個穴が5つあるもの、こちらが5本、ここに1つ、ちっちゃい穴がついてるんですけども、これが6個7個尺八、こちらの方が、ここに2つ余分に、穴がついてるものが1本、一尺六寸管、これはもうすべて5本になっています。これが3本になります。一尺八寸管の、筒根、もうこれすべて指を押さえた時に出る音、これは D の音、まあ俗に言うレの音なんですけれども、なのでこっちの方は D 管と言われます。で、こちらは一尺六寸管、尺八の場合はね、一寸短くなることに半音音が高くなりますので、こちらの方は、筒根が E、 まあいわゆるミの音になります。で、尺八はね、この穴の数だけ、この指の開閉で出る音の数になります。その他の音は、指の開閉の具合と、ここの当て方によって、音を出します。で、古典を吹く場合は5項、現代曲を吹く場合は7項、7項の方が吹きやすいと言われています。尺八の場合は直接口に当てるものなので、コロナ禍の影響もあり、市民館の方でも若干ね、ちょっと乗り気ではなかったんですけれども、コロナも明けたことなので、もう一度、市民館の方に、相談に行っていきたいと思います。まあ、その他にもね、いろんなところにちょっと声をかけて体験会ワークショップ話をしていきたいと思ってます。最後までご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録よろしくお願いいたします。